よし、やっていくぞ。はじめに大きい声出すな。はじめに大きい声出すとびっくりする人もいる。はじめは静かな声で、立ち上がりはゆっくりと、尻上がりの実況を心がけていきたい。どうもアザラシです。おはようございます。おはようございます。ど深夜に撮ってますけど、朝見る人もいるかもしれない。やっていこう、やっていこう。今日はもう6月後半ですわ。6月上げてないな、動画を。野球つか上げてないね。いつ上げていいのかよくわかんなくなっちゃって。これ見ると、なかなか、投手陣厳しいものがあるな。お金のあるうちに、外人選手取った方がいい気がするな。まあ、坪井が帰ってくるまでの間はちょっと、しょぼしょぼのうちですわ。田中健介はもうちょっとってか、あれタイトルコールしたかな、タイトルコール。もしも清宮が焼きつくで使われ続けたら、その実況のパート20でございます。どうもアザラシです。今ちょっと実況する余裕がある。本当は余裕全然ない。いや、全然ないね。実際もね、全然余裕ないね。やりうる場合かっちゅうような、実際そういう状況でございます。あさってにテストが控えて、そんな中、なんとなく取っちゃった。なんとなくね。このなんとなくが命取りだから。これのなんとなくはもう命取られるから。死んじゃうから。死んじゃうからっていう具合でございますね。とりあえず第一戦、豊田を投げさせる。打線はまあ、悪かね。奈良原がちょっと落ち目かなっていうぐらい。奈良原の代わりに使いたいよな。使いたい、田中健介を。ありえん。ちょっと待て、豊田、おい豊田、どうなっとんじゃこれは。おい豊田、すげえな。これも死球スクイズと勝ちに来ているロッテが。ここで一旦追いついたまではよしだよね。オバンドの満塁ホームラン。ここで追いついたまでよし。5点。これ生駒立山だと。2位陥落してるしな。2位になってんしな。うおーい。なんだこれは。清宮のスリーランまで飛び出す。なんという贅沢しよう。ここでガンちゃんがベシャッとこう、ベシャッと締めて、誰だよ、ここで打たれてんのはさ。桜井。ミラバルがビシッとここ押さえてれば勝って終わりじゃないのっていう、もうそういう、二桁じゃないよ、これ。20本ヒット打たれて負けとるわけだからな。どうなんだ、これは。ミラバルを投げさしすぎっていうところもあるな。いや、まね、初回から3点取られてるやむとめに、やむとめ。いやー、厳しいな。いやー、厳しいな。入りから厳しい現実を見せつけられているな。動画の入りから厳しい現実を。でれれ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 。いやー、イチローが牽引してるな、今のオリックスを。このオリックスはイチローが牽引してるな。よし、まあ、これの終わりぐらいで、ちょっと待ってよ。取る、外人取ろう。獲得、新外国人選手をここで獲得いたします。動画としてはあまりこう、落ちなし、山なし、意味なしみたいなところあるけど、変はいらない。この、で、ヴィンセントがいいんだっけ、ユショウソウ。早熟持続の時点でもないわ。
ヴィンセントが如く。ビーン。ビンビンヴィンセントが如く。バシャ。いやーいいな。いやーいいね。すごくいいね、ヴィンセント。これはいい。これはいい。田口より全然いい。これはいい選手取りましたよ。グラウンド何もできず。進めるさあ、これやって、これやって、おっと、これは松坂との対決もありますね。ありますね。うちのスーパーエース、関根。よし。さすがスーパーエース。打撃成績見てみるか。14本もヒット打ってる。新庄5打数1安打、金子誠5打数1安打、小笠原5打数4安打、8割、1本1打点、森本大蔵、おーおーおお、清宮打ってる打ってる、打ってる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 、みんな打ってる、みんな打ってる、ブランデンもちゃんと打ってる、これは良いですね。おっと、松坂との対決です。オールスターとかでも選ばれてる、この松坂との、松坂と清宮の対戦って言ったら、もうみんな見たいんじゃないのかなっていうことで、しかし、投げるピッチャーどっちがいい？ガンちゃんと豊田。配信投球を繰り返す豊田。豊田、西武へのこのお礼参りということでね、この試合勝ちに行きます。じゃあ見ましょうか。久々の、ていうか、西武戦多いな。西武戦の実況が多いな。元西武の豊田対、今やドラゴンズの松坂との対決でございます。相手の松坂、絶不調。紫色の矢印が下を向いておりました。この松坂を打ち崩すことができるのか、日ハム。負ける試合もいいけど、やはり勝つ試合で、高木宏之、フェルナンデス、松井和夫、鈴木健、大友進、大関達也、ということでね。いや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 。西武ドームでの一戦ですね。西武ドームじゃないかもしれない。名前が今は。メッツライフホーム、メッツライフドームとか、QVC、あれ ?QBC はあれはマリンか。松坂対清宮をあれだから押していくから押していくから、フォークボールは左ピッチャーにも有効だからね、有効だからね。よし、さあ清宮対松坂だ。さあ清宮対松坂だ。いい角度頼む、いい角度頼む、いい角度頼むって言ってんだ。いい角度頼む。ダメだった。松坂対清宮。おおー、フェンチョク、今のフェンチョクて、ここで走らせかねないのが、ここで走らせかねないのがうちの監督だな。走らせてんじゃないよ本当に。おお走らせてんじゃない。この盗塁は素晴らしい盗塁ですね。清宮を走らせる伊藤勤のところ、おい、いい守備だ。ブランデ頼むぞ、ブランデ頼むぞ、ブランデ。このブランデンが50打点だけど、清宮が44打点だったよな、さっきこれね。ウィー、ツーアウト、進塁だ。奈良原頼むぞ。1割8分とはいえ、奈良原ここで打てんかったら変えよう。変えて田中健介使います。左出し、152キロ。次の打席から変えます。この辺りの回怖いね。チャンスを潰した次の回。まあいいでしょう。野口出塁、上田レフトショートフライ、新庄三振、金子誠田
多分内野フライぐらいじゃない。アウト、三振。さすがに松坂は厳しいか。さすがに松坂は厳しいか。いやでも、トヨタが投げてくれてるね、しっかり。さあ、小笠原だ。小笠原、13本40打点。おこのね、焼きつく内での松坂はね、かなりね、スライダーに強さがある松坂なんですね。スライダー、チェンジアップ、スライダー、カーブ、フォークという、スライダーじゃないな、これ高速スライダーだわ。まあ、カットボールみたいな感じかな。まあ、いいピッチャーですわ。ただ、早熟タイプなんだな。だから野球つく的には松坂ってそんなに長期間活躍しないでしょうみたいな風に見られてたんじゃないかなというふうなことが伺えますね。大体野球つくのこの目は、見る目はあって。現実の松坂はもうね、結構、早熟だったな。早熟持続タイプですね。ういか。最近清宮の動画をね、清宮のホームラン打ってる動画、2軍の打席みたいなのを、テレビサイズとかじゃなくて、アマチュアの素人の、アマチュアって言っていいのかな、素人、その辺の一般の人がね、撮った2軍の試合の動画とかで、清宮がさ、ホームラン打ってる動画とか、時々 YouTube に上がってるから、ホームラン打たれた、見るんですけどね、清宮の粘りすごいね、粘りっていうかさ、打席での集中力。思わずいいねと思ったもん。いいなと思った。追い込まれても、カウントが悪くなっても、しっかり当てて待って、そしてホームランをかっ飛ばすっていうね、2-3 ぐらいのカウントからさ、しっかりホームランっていう結果を出す。やっぱね、ホームランっつうとね、大体初球ホームランみたいなこと多いわけだ。初球とか追い込まれる前に。追い込まれたら三振怖いからさ、あんまりこう大胆に振れないわけじゃない。その中で清宮なんてのはね、追い込まれてもしっかり振ってホームランを打つことができる打者っていうのはね、これはなかなか大したもんだなと。2軍で14本ぐらいホームラン打ってんだよね。13、14本ぐらいだったと思う。うん。1軍ではね、そんなに活躍できなかった。まあ、アンダー数だけは記録作ったけど、新人高卒ルーキーのアンダー数みたいな記録を作ったけど、まあ、あれは大した記録じゃないよね。打率も低かったし。でも2軍でのバッティングを見たらね、バッティングのその内容の濃さ、2軍でもホームランかっ飛ばしまくってるわけだ。かっ飛ばしまくってる中で走らせてみよう。かっ飛ばしまくってる中でだ。なんか発射はやばい、うえーストレートだった。これは采配のミスでございますね。走らさなければよかった。石本に変えておけばよかった。なのわけだから、14本ぐらいホームラン打って、もう2軍でやることねえでしょって、下でやることないでしょって状況か、というふうに思ってるかと思いきや、早く1軍に上げろよってみたいなこと思ってんじゃなくて、内野フライ、ファールフライか。残念。そんな感じかなと思ったら、そんなことない。ちゃんと2軍でもしっかりモチベーションを突き出す。多分清宮ね、バッティングが好きなタイプのバッターだね。バッティングが好きなタイプのバッター。それって、いいことだと思う。なかなかいそうでいないんだよ、バッティングの好きなバッター。いると思うけど、普通だと思うけど。新庄なんてのはね、今まさにいるけどさ、清宮対松坂の絵が撮れん。新庄なんて守備の好きな、守備の好きな野手だったんだね。だからまあバッティングがあんまり好きじゃないとか、もう豪語言ってるけどさ、言ってたりしてたけどさ。清宮は多分ね、バッティングの好きなタイプのバッターなんだろうねっていうのを、さんたくそういう感じ伺わされ、させられてる。それはやっぱり、2軍落ちてもしっかりバッティングをしてる。自分の生きるところはこのバットなんだっていうのはしっかり分かってる打者なんじゃないかなと、そんなことを思うわけでございますね。ここで、代打ですね。奈良原に変えて、代打。チャンス B の奈良原を変えるわけにはいきません。変えられません。おばんどうにダイソー石本を出したいところですが、しかしどうでしょうね。
ちょっと早い、まだここで攻撃を、ここで仕掛けるのは早い。まあバッティングの好きな清宮、そのままうまい、バントでよかったな、ここまで来てあれだけど、ワンワンからバント、ボール、ワンツー、ういー、ここだ、ここは勝負のバント、悩むね、でもバント、外れてくれ、頼む、外れてくれ、よし、満塁作った、ノーアウト満塁作りました。バッターは野口、いや、ここでキャッチャー代打送ろう、なんとも言えないですね、田中健介を代打で送って、次の回からヴィンセントをキャッチャーだよな。野口も結構、野口も結構バッティングは自信ありだからな、かけよう、投げた、打った、上だ、頼むぞ、ノーアウト満塁、ここ1点取れないの痛いからね、頼むぞ、頼むぞ、松坂とはいえ頼むぞ、ツーツー、上田は選球眼がいいぞ、上田は選球眼がいい、荒れてくれ、入ってる、入ってる、新庄、新庄にかける、うわー、うわー、厳しい、厳しい、松坂から1点取れんかい、左左左、左左左、清水出番だ、嘘だー、ジェファーソン、どう、あれで走らんか、ここ大事、ここめっちゃ大事、よし、金子、小笠原、清宮、ここが今回のこの試合のハイライトでしょう。清水正治をレフトに守備固めですね。誰のところで入れたんだろう、あれ、誰のところで、 誰に今清水を代走で送った、代守備固めで送ったんだろうね。さあ、じっくりいきましょう。バッターはセカンド、金子誠でございます。2番セカンド、金子誠、打率2割4分8厘ですけども、これでは上げてきてますね。いかにも金子誠らしい打率と言っていいでしょう。2割5分ぐらい。投げた、うわー、松坂つえー、松坂つえー、小笠原、見逃してストライク、強くないですかね、松坂。強くないですかね、清宮。ここを打ち崩すは清宮しかおるまい。ちょっと待ってくれ。あれ？もっといい、いいカメラないんですかね。この上だけ。もういいや、この松坂でいい。これを。もっといい絵ないんかな、もっといいカメラ、もっといいカメラ持とる、松坂対清宮、バッティングカウント、ここで振っていこう、思い切り振っていこう、清宮、ここは振っていこう、ワンスリー、いや見ていかなくていいぞ、ホームランでいい、しっかり振り回していけ、うえ、いや、まあ悪くはないか、
しかしここでダイソーでしょうね。しかしここでダイソー、清宮にダイソー、森本一人でございますね。総力 B、 総力 B、 ここでダイソーが出ます。ダイソー一人盗塁、即盗塁。あ、ちょっと遅くない？大丈夫？セーフ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 。オバンド投げました。チェンジアップ入っています。ストライク。これは当たり損ねたか。いやー、松坂ファーストゴロに倒れました。ライオンズ得点圏までランナーを許しましたが、なんとかしのぎました。8回の裏、まあまあまあ、9回にドラマが待っとるけ、待っとるけよ、待っとるけよ。このまま清水を投げさせていいものかどうか。まあ伊藤なら抑えれるかな。チリーンで大関大友、あれ垣内か、代打垣内。大友は左なのでこのままで OKOKOK。 よし、さあブラン、抑えのエースかい。松坂からは結局打てませんでしたな。デニー、こっちも中日ですね。今中日のコーチじゃないデニーって。しゃ、ウェイ、はい、ピッチャー交代、バッター交代、バッター交代、田中健介の投入でございます。自由に打つよ、バントで、バントヒットを狙うのも悪くないけれど、自由に打つよ。いや、バントさせよ。レフトがフェルナンデス、じゃあサードがフェルナンデスってことを考えたら、このセーフティーは成功する可能性ないよ、これ。工夫ないかな、何かしら手を打った方がいいか。でも残ってる代打の中から、可能性だとしたら石本で左に立たせてセーフティーバント、そんな、そんなのは、作戦と、いやー負けた。金、金じゃねえ。松坂の前に完璧に抑えられたね。ノーアウト満塁のチャンスで無策だったことが問題か。あのまま野口を打席に送り込んだのが失敗だったかな。そこだけがちょっと後悔に残るね。そこが後悔に残る。だからここのあたりでノーアウト満塁があったね。このあたりか。バンド、ブランデ、奈良原でノーアウト満塁作って、ここでこれが結局負けに結びついた。松坂8勝2敗って、8勝2敗って強すぎます、強すぎます。102球、いやー、さあ岩本ガンちゃんかな、勝ってくれよ。よしよしよし、勝った、よし拾った。基本的にうちのチームなんか打ってはいるけど得点低くない？バッティングほど打ってないみたいな、打率ほど打ってないみたいになってない。ブランデン5打数5安打、この5打数 5安打のブランデン放出だから頭おかしいでしょ、頭おかしいでしょ、そのオーナーは。さあ、まあ程よく時間が経ちましたね。程よく取ったので、程よく時間が経ったので、この辺で一旦の区切りといたしましょうか。いたしましょう。オリックスがね、あんまり勝ってないね。引き分けに負けに負けだからね。オリックスはちょっと落ち組み、その点ファイターズは2勝1敗でなんとか勝ちを、星を1つ伸ばしまして、63試合を消化して34勝29敗でね、勝ち星では3球団が並んでますね。ねえ、並んでますね。上3球団と下3球団みたいな形になって、まあこれぐらいのゲーム差はね、すぐ連敗したらひっくり返るからね。ボーリックが打ちに打ちまくってやろうってと、まあ一郎よりも今ブランデンの打率上かい。まあ、ピッチャー陣は松坂すげえなって思ったけど、松坂より上がいるね。カルロスとか高橋とか、それ何より長いとか。ピッチャーでは家元が9勝で、一応最多勝いけそうなところにいるけども。まあ、そんなところですね。面白くなってまいりました。このまま、ファイターズ1位のまま、シーズンを終えることができるのかという。帰ってきた。
帰ってきたのは正代月選手ですね。他2名って言ってんな。もしかして坪井帰ってきましたかね。次回坪井復活の回っていうことで出せそうだな、動画を。これはもしかして作戦室、坪井を打線に組み込んでからもう一回試合はしないよ。組み込んでからもう一回あれします。お、原田、違う、これ坪井じゃねえよ。坪井戻ってないわ。坪井戻ってないよ。戻ったの原田だ。はい、てってん、爆発炎上したピッチャーを下に戻そう。誰が言ってないんだ。立山が悪いってなってんな。うん、こいつだな。一番落とすべきはこいつだな。一番落とすべきはが、まあ生駒かな。 3.95。 いや清水かな。誰下げるべきなんだろうね。本当は立山かな。まあ生駒か。早く坪井戻ってきて。早く早く。これでは別にあんまり変えられないね。戻ってきたのが正田と正田と正田と原田ではな。起用法で正田を先発に。まあこんなもんでしょうな。正田は先発だしな。先発タイプだしな。どんどん投げさせたいけどね。2勝してるし。早く坪井が帰ってこないと。本領発揮とはいかんな。今足を溜めてる状況。次に練習を見ていくか。次回の楽しみなのに練習を。先に練習を見ちゃってから。まあ、多分次取る頃にはもう原田が戻ってきたことと、翔太が戻ってきたことをすっかり頭の先っぽから忘れてるから、先にこうやっておこう。まあ、カーブかスライダーだと思うけど、スライダーでいいんじゃないかな。しっかり左にスライダー投げ込んでくれれば、左ピッチャーに投げ込んでくれれば、何の言うこともない。翔太はどうカーブかな。とりあえずカーブ。OK。生駒投手は、請求お願いしとこう。チンチンチンって。風鈴の音が鳴っとるような気がする。聞こえるかもしれないけど、風鈴の音です。風鈴っていいよね。良い風鈴が欲しい。石本 A にしたいな、総力。この成長していく姿を見るのいいよね。人もそうだけどさ。人もそうだけど、ゲームでもなんかその人を成長させるのを見るの、人が成長する姿を見るの。うい、ヴィンセント上げてないじゃん。ヴィンセント上げてないじゃん。もっとヴィンセントビシビシだな。ビシビシ上げていこう。ヴィンセント衰えが見えてんだな。知らんかった。ということでここまでにしましょうか。次回前半と後半やって7月に差し掛かるってところで上げようかな。4月の6月の終わり頃にあげるつもりです。6月最終日とかにあげたいな。いつだ、何曜日。上書きする。テン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 、5日後ぐらいだな。5日後ぐらいにあげるかもしれない。ほいじゃま、30分になっちゃいましたけどね。もっと早く終わろうと思われたな。ちょっと後ろダラダラってしちゃった。ほいじゃあまた。